自転車に取り付けて前照灯としても使える懐中電灯が来ましたので、開けてみたいと思います。よっ。箱を開けますと、まずは取扱説明書ですかね。取扱説明書。一部日本語表示になっています。非常に簡単ですけど、日本語表示の取扱説明書。それから、この中には、これは一番後ろ、バックのとこ、サドルの下につけて、後ろから来るときに光るというやつですね。それから、これが、充電式の電池。充電式の電池。それから、これは、懐中電灯をぶら下げるときの、ストラップですね。それと、充電用の USB ケーブル1本。それから、懐中電灯本体ですね。これは、ここから抜くことができます。こうやって抜けば懐中電灯として使える。差し込めば自転車用の前照灯として使える。ここの部分をハンドルにくくりつけるわけですけれども、ここのとこですね。このネジをくり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 と回しますと、ここが閉まってきますね。これで締め込んで、取り付けるという感じになりますね。さて、この懐中電灯の方ですが、後ろを開けますと、ここが開くのかな？後ろが開くようです。これを開けまして、先ほどの充電池を入れるわけです。で、充電池は、この広い方とちっちゃい方とあります。ちっちゃい方がプラスだと思います。これを入れて、から、蓋をします。ここのとこにゴムのシールがありますので、防水にもなってると思いますね。これでくり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 と締めていきます。いっぱいに締まりましたら、これがスイッチですね。このスイッチを押せばつくのかな？つきました。これ今フラッシュになってますね。押すごとに変わりますね。これは、スポットで明かり、かな？これがだ。で、3段階に切り替わる。フラッシュ、ロー、ミッド、と。この切り替わりですね。ランプがついてるときは、この電池はどうやって切るのかな？長押しかな？長押しすると切れるようです。長押しすると入ると。まずはフラッシュから入りますね。それともメモリーがあるかどうかちょっとやってみますね。一番明るくしといて、長押ししてみます。切れました。もう一回長押しします。メモリーになってますね。長押しするごとに、消す寸前の時になっていた点灯、例えばハイ、ロー、ミッド、どれになってるか分かりませんけど、そのなってた時と同じ状態で次回点灯するという感じですね。結構明るいですね。だいぶ明るいです。廃光パターンはセンターが明るくて周りがぼんやりと、こういう感じですね。長さ、焦点距離の調整はなさそうです。ここ動きませんね。焦点距離の調整はありません。このような感じの、ちょっと待ってください。そうそう、もう一個大事なことがあった。充電するところ。ここの下のところに、充電用のポートが開いています。ここに先ほどのこのケーブルを使って充電してあげればいいということになりますね。一応ゴムのパッキンになっていて、防水仕様にはなってます。水中は無理だと思いますけど、雨ぐらいでしたら、これで十分ではないかと思います。こんな感じの懐中電灯でした。付属のバックライト、テールランプ、一応見ておきます。こんな小型なものです。ここのところからネジを開きますと、中にボタン電池が入ってます。
これボタン電池ですね。一応ここにもゴムシールがありまして、防水仕様になっています。これをサドルポストでも、これでフックで留めてあげることができます。ここの真ん中のボタン、これを、まあ、ボタンというかランプですね。ここをクッと押しますと、テールランプとしてつきます。もう一回押すと、フラッシュになります。もう一回押すと、フラッシュが少し長くなります。もう一回押すと消えます。これをずっとループしていきます。これも一応一個入っていましたので、追記しておきます。